今回の学習内容は、2つのタイマ動作に応じて一定の時間帯のみのランプが点灯されている部分について理解をします。そして T1 タイマーが故障した場合、または接点の動作がされない場合の予備タイマー T3 を用いて使用する方法についても理解します。画面の右側にある簡単なシーケンス図を確認します。また、図面の下に各機構の説明がありますので注意してください。画面の右側にある電気シーケンスの設定を確認します。ユーザーがプッシュボタン PB1 を押すと、タイマー T1 に電源供給がされて T1 の動作設定に基づいて、自分の状態が維持されます。T1 の設定時間3秒後に T1 一刻設定によって T2 タイマーが電源になります。この時、GL ランプは消灯になり RL ランプが点灯します。そして、タイマー T2 の設定時間5秒経過すると、シーケンス図の一番左上 T2 の B 設定によりタイマー T1 の自己保持状態が解除になります。ここまでは、私たちがタイマーを話しながら多く手掛けた学習内容です。ここでもしタイマー T1 が動作されない場合を想定してみます。その場合は、ユーザーがプッシュボタン PB1 を押すと、タイマー T1 が動作しないので T1 や設定によって自己保持状態にならないようになります。しかし、タイマー T3 が電源になって再び T3 によって自分の状態を維持なります。このように、タイマー T1 が故障または接点動作が行われなかった場合、予備のタイマーである T3 を活用することができます。以降の動作設定は、先に内容と同じです。与えられた電気シーケンスに限らず、状況に応じて、特定のリレーの故障時に備えることができる部分が何があるか考えてみることができる時間になったらします。詳細電気シーケンスの欠線は、映像カードまたは説明欄を介して各機構別欠線情報を得ることができます。これで、各機関別の接続を確認して、動作確認をします。最初は通常の場合、すなわち、タイマー T1 によって動作構成であり第2は、タイマー T1 が故障した場合に T3 によって動作される構成です。比較してご覧ください。Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Input off, wiring breaker. Input on, wiring breaker. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Press the button, PB1.
Release the button. PB1. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Input off. Wiring breaker.視聴いただきありがとうございます。サブスクリプションに良いボタン確認します。さらに多くの学習画像を作っていきます。その他の質問は映像の下のコメントに残していただければ幸いです。良い一日になってください。